沖縄県立名護高等学校へ沖縄プリフェクチャー名護シニアハイスクールは、沖縄県名護市体制5丁目にある高等学校である。文部領土を掲げており、ラグビーの名門校として知られる。知性、感性、個性普通クラスに比べおよそ300時間以上、年間授業数が多いのが特徴である。4泊6日の日程で、他国文化に直に触れ、 さらに他国への関心を高めることによって、その体験を将来の深度につなげて考える力をつけさせることを目的に実施。フロンティアカは全員参加。ブリティッシュコロンビア大学、ラングレー高校などを訪問し、ホームステイを経験する。平成27年、平成28年入学者は2学年の11月、実施。研修場所はカナダ。課題研究と、 文系探求を通して探求心や、プレゼンテーション能力の育成を図っている。寮生は自転車や徒歩での通学。沖縄県立高等学校、編成整備計画名護高等学校公式 AHP、名護高フロンティアカは 4K と、同レベル。県立、平木国高等学校、県立旧飛高等学校、県立公用高等学校、那覇国際高校、 国際の公立新学校はまとめて 4K と呼ばれている。1982年に現在地へ移転後、大南の旧高校跡は、旧校舎が沖縄県北部合同庁舎の仮庁舎として1990年頃まで使用された後解体され、同じ場所に1993年現庁舎が完成。一方旧体育館は名護市へ移管され、現在は、 建物の老朽化より解体され、駐車場になっている。2008年に創立80周年記念事業の一環として、ワゴン車などが贈呈され、部活動などに活用している。ありがとうございます。